日のレースですけど、一応作戦としては九州で何かあったんですか、地元勢は。いや、まあ予定通りですね。はい、結構ね、なんかあの青番から結構ね、一番よ、ね、一番よ激しくやってましたけど、でまあですぐすかさず出た後、戦える形になって、はい、3番でキープになりましたけど、あとずっと田中さんの動き回しながら、はい、まあ、タイトルがもしかしたら番手に行くかもって言ってたんで、でもちょっとこの区間いけないんじゃないかなっては後ろから見てたんですけど、さすがに強かったですね、期待君が強かったです、期待さんが強かった。ご自身最後、ね、こうまあ、なんか打ちっていう形になりましたけど、そのいやもうちょっとしょうちゃん外いたんで、僕のスペースがなかったですね、外踏むスペースはなかったので、一応一応見たけど、いやさすがにやめときました。では一掃されてるんですけど、ご自身状態の方はいかがですか。いやーちょっと僕がどのくらいなのか、ちょっと相手が強すぎて測りかねますね。今日に関してはじゃあ状態を測りかねると、はい、で、まあ、今日なんか3000人近いお客さんが入ってるってことなんですけど、あ、そうですね、そのあたりもうなんかやっぱやっとこの復興終わって、また新しい熊本競輪になったので、この状態を普段の通常の状態にできるように、みんなで盛り上げていかないといけないですね。発送機立った時どんな感じだったんですか。いやーやっぱ発送機立った時はさすがにあのちょっとレースに集中しないといけないと思ったので、顔見せはちょっと泣きそうでした。ちょっと出てきました。明日明後日続きます、はい、一緒に向けて頑張ります。ありがとうございます。